神谷城は、現在の宮崎県小林市の自立町神谷座城、原にあった、日本の城。伊藤48城の一つ。空堀の一部が、市の史跡に指定されている。秋舎川に面した、大地末端に築かれた山城で、城跡は南北に長く、南北約1400メートル、東西約600メートルに、及ぶ。 北側以外が謙信な崖に挟まれた溶害の地に建てられ、S 字型の連隔式山城で5つのクルワと10にも及ぶ堀があった。北側から1から3段目の堀は、東西の谷を結び人工的に作られたものであるが、それ以外は天然の地形を利して最小限の不振で作られている。北側から5段目と6段目の堀の間に加熱軌道が存在し、 六段目と七段目の堀の間にあった四番目の車が、本丸にが哀悼した。追記年代は不明、築城者は、神谷市であるという。天正五年十二月七日、伊東市家臣で、野尻城の城主、福永助友が、島津市に寝返ると、神谷城主で助友の宴席であった、メラ力助もこれに高応したため、その翌日に、神谷城も、 島津氏の城に返した、玄奈元年の一国一条令により、廃城となった。二段目の堀り跡が、神谷城、第二の空堀り跡として1988年3月8日に、当時の野尻町指定史跡に指定されている。また、当地域の伊藤、島津両氏による城の争奪戦は後世に語り継がれ、江戸時代には、城攻め踊りとして民族芸能となっており、 神谷城攻め踊りは1988年7月16日に野尻町指定無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。